それはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。汚れに囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。この感じ近くに何かあるな。ちょっと無鉄砲すぎるか。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。人がいなくなって妖怪が出てきたのか。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。またか。浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になったものも救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。おい、新しい技を覚えられそうだぞ。ああそうか。この建物の周りやたら結晶が多いな。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。
承知だ。数だな。再開発したって今の東京じゃ意味ねえな。